よく頂点を打ちなさい頂点この図で言いますと頂点はここになります一番高いところですバウンドして一番高いところが頂点ですただ、えー、最近の卓球でありレシーブのような台の近くで打つプレーツッツキでありショートでありフリックでありそういう場合はここが打球点になりますネットの高さ ですネットの高さはです。その高さと同じところで突きや打球ができれば試合を有利に進められたりこの差が相手に余裕を与えてしまいますのでネットと同じ高さで常に打つ意識をしてもらえれば試合を有利に進められます。